ちました。さあ、ね、おはようございます。12月5日ということで、ね、はい。今日のラーメンじゃない。今日のコーヒーを見てみましょう。今日はこれ。タンザニアですね。タンザニアのコーヒーになってます。さあ、グリーンアップル、ね。バニラヨーグルト。グリーンアップル、バニラヨーグルト。ね。グリーンアップルとバニラヨーグルトになってますね。バニラヨーグルト。さあ、ということで今日はですね、4時から、ね。オランダ時間4時から、日本対クロアチアの、ね、ワールドカップ決勝トーナメント1回戦が行われますね。盛り上がりそうですね、今日はね。日本も盛り上がるんじゃないですか。ね。もし勝てば、ね、歴史上初のベスト8で行くわけですけども、ね、勝ってほしい。勝っていただきたい。この前も言いましたけど、結果が全て、今回は結果が全て、ね、どんな無様な試合をしても大丈夫です。なんとか勝っていただきたい。ね。あ、ん？ヨーグルト。うん、ヨーグルト。ヨーグルト。ヨーグルト。うん、ちょっと違うな。なんだっけ。ヨーグルトではない。ヨーグルトではない。グリーンアップル。グリーンアップルね。グリーンアップル、今のところグリーンアップルな感じも、ヨーグルトな感じもしないですね。これ結構早く下に落ちるタイプですね。なんか、あまりこう吸い込まないというか、膨らまないというか。いや、もしかしたらこれはすごい美味しいかもしれない。ね。やっぱね、全体的に、まあ、5日目なんですけど、見てなんかね、コーヒー豆がね、なんか古いんじゃないかなってね、ちょっとね、思ってますね。はい。ということで、カヌレもね、焼いてみましたよ。ね。今回のカヌレは、なんと、ね。みんな大好き。ね。抹茶フレーバー。ね。見てください。ね。ちょっと、かじってみたいと思います。美味しい。日本食を食べながら、サッカーを観戦しようということで、ね。予約時間を、って書いておりました。いやね、こっちの人はね、一個一個説明すればいいんですよ。いや、ワールドカップ見てるみたいな。ね。日本が決勝トーナメント行ったんだよねみたいな。月曜日ちょっと試合があるからさ、時間変えてくれない？ちょっと早く行ってもいい？って言ったら、Of course! と来ましたね。Why not? K, why not? いやー、素晴らしいお客さんですね。ありがとう。美味しい。あ、美味しいですね。意外と美味しい。ちょっと入れてる時に期待感がめちゃめちゃ少なくなったんで、その期待感が少なくなった分、意外と美味しかったんで、美味しいんですけど、普通。おい、どうした90グラムス。お前ら、やりきらんのか。まあね、いきなりほら24種類ありますから、いきなり美味しいのを出してきたら後が続かないということで、多分段階を踏んでるんだと思いますけど、この5日目のやつは5位。なんかいまいちないな。コーヒーがメインイベントなんですけど、コーヒーがね、外れた時はこのしのちゃんのアドベントカレンダーで、ごまかすという企画になっておりますね。ラムが来ましたね。ラムウィズフィッシュね。ゆうちゃん知ってる？うん、はい、これどうぞ。美味しかった。